ハロー YouTube!、えー、今日は、タイのバンコクからお送りしております。えー、タイはですね、えー、今、ソンクラン、えー、水かけ祭りの季節でございまして、タイの旧正月でございます。<laughs> 今ですね、タイは一番、あのー、一年でも一番暑い時期ですね。<laughs> えー、その時期にですね、えー、タイで水かけ祭り、およびですね、スツーオフェスティバルというですね、お湯をぶっかけるフェス、あ、お湯じゃねえ、お湯は別府だ。 あの、水をぶっかけるフェイスがございまして、そちらの方に来ております。ということで、今日の、えー、ニュース解説なんですけれども、えー、今日はですね、えー、大谷翔平さんのですね、元通訳、ね、一平さんですね。えー、彼がですね、えー、大変な、あのー、まあ、犯罪を犯していた、結果としてですねた、大変な犯罪を犯していたということが、まあ、ほぼ判明して、まあ、一応、 えー、まあ、容疑者ということで、えー、まあ、推定無罪の原則はあるんですけれども、まあ、報道によればですが、えー、司法取引に応じる意向があるということで、え、約300万円払って保釈をされたと。えー、いうことで、まあ、多分保釈をされた条件も含めてですけれども、えー、おそらく司法取引に応じる方針であるということです。えー、日本円にして約24億,億円ですかね。 を大谷翔平さんのですね、口座から盗んだと。まあその手口もですね、ええー、まあ、こんな大金どうやって盗むんだって話なんですけれども、まあうまいことですね、大谷さんの給与振り込み口座ですね、アリゾナ州の銀行らしいんですけれども、そちらの方の二段階認証ですかね、えー、たくさんのお金を振り込むときにですね、えー、本当に大丈夫かというですね、電話だったりとか、 え、メールだったりとかするんですが、そういったところを全部自分の、え、ところに来るようにしていて、また大谷翔平さんのですね、会計士とか、そういった専門家集団にはこの銀行口座には触れるなと、大谷も触れてほしくないと言っているということで、そこの口座の残高みたいなところはですね、えー、分かってなかったっていうですね、本当なのかそんなのっていうようなお話になってしまっております。 まあ、あの、税金とかのね、あのー、申告、税務申告に必要なはずなんですけれども、そのデータはまた、銀行口座とは別にですね、給与支払い明細とか、そういった形で送られていたんでしょうか。はい。まあ、口座の残高を送れば、確かに税理士とか、えー、口座の残高証明をね、送れば、えー、それで、給与支払い申告、 してたと思うんですが、でも残高証明は必要なはずなんで、残高減ってると、まあ変な気はするんですけれども、その辺はどうだったのか、えー、まだそんな細かいところまで捜査の報告書みたいなのは見れてないのでわかんないんですけれども、まああの、そういったところをうまくやって、結果としてですね、えー、その一平さんが全部、 自分のギャンブルの支払いに当ててたと。だから、もしかすると、これ、あの、カルオリニア州では、スポーツベッティングが違法だったので、摘発された、その摘発の関係でですね、連邦捜査当局がですね、多分見てた、結果として見てたってことになってるんでしょうけれども、これ見てなかった、もしこれがですね、違法じゃない州だったとしたらですね、これは、 もっともっと額が膨れ上がって、大谷さん、あの、稼いだ額が全部、えー、一平さんに持っていかれたみたいな話になってしまうのかな。でも、まあ、僕もさすがに、そこまで税理士でも何でもそうですけど、自分の銀行口座、いく,くら、いくらお金に興味ないって言ってもですね、さすがにそこまで見ないで、 任せっきりになってるっていうのはちょっとびっくりだったです。あの、それぐらいはした方がいいかなと思いました。いや、もし、ね、銀行口座1ヶ月でも2ヶ月でも1回自分の銀行口座チェックしてれば、ね、一平さんもお金を盗むことは多分なかったと思うんで、まあ、そこはちょっと任せっきりというか、あまりにも気にしなさすぎなのかなっていう気もしなくもないです。うん、またそ、こういうことを言うと、 こう日本の大スター大谷に対して失礼だとかお前と違って金の亡者じゃねえんだとか言われるかもしれないですけどさすがにそれぐらいはチェックしようよって思いました。というのとあともう一つはですね、えー、水原さん、えー、日本だったら多分保釈とか当然されずにですね人質地方でずっと拘置所に閉じ込められたまんまだと思うんですけれどもアメリカはすぐ。 まあお金ないってことで、多分お金があんまりなかったんで300万円ぐらいの保釈金で、あの、外に出れたんだと思いますけれども、えー、ね、あの、最高だと懲役30年ぐらいあるような経営銀行詐欺みたいなことなので、 えー、なのにもかかわらず、もう物の一日で保釈されてもう物の一日とか即時保釈されて、保釈金を納めれば即時保釈されてですね、外に出てこられると。えー、GPS の受信機かなんかを付けられてるんですかね。まあでも、一応その人権に配慮してですね、えー、外に出られるっていうのは、まあこれは、これが世界標準なのかなっていうふうに思いました。日本は、水原さん。 あの、いくら認めたとしても、まあ、約1ヶ月近くは交流されてると思います。ええー、そういったところも、えー、日本とアメリカの司法制度で違うと。まあ、あの、パスポートを取り上げて国外には逃げられないようにされてますけれども。まあ、ということで、ええー、本人司法取引に応じるということで、日本ではですね、自分の罪の司法取引に応じられないので、 え誰か共犯者がいて共犯者が自分よりもえまあ主犯格だったりとかそういう罪が重い人たちに対してのえ司法取引。だから社長が捕まった犯罪で自分は社員でえ社長の罪をえ重くするようなことをですね、証言すればえ罪と現じてやるよというような司法取引の制度あるんですけれども日本には自分の罪を 要は、その、捜査局とか、その、裁判所とかに協力をして、もう自分はこれ悪いことをしました、認めます、すいませんでしたって言えば、明確に罪一等をじられるのが、使用取引という制度なんですけれども、まあ、日本の場合はそういった制度がなくてですね、すいません、ごめんなさいって言って、裁判所が、うんうん、よしよしっていうふうに言ってくれるかどうかで、また決まるということで、 まあそういう意味ではですね、まあ罪一等は限じられるのかなというふうに思うので、そこまで長く彼がですね、刑務所に入るってことはないと思いますけれども、まあ額が額だけにですね、実刑はまぬ、えー、まぬ、まぬがれないのかなと思いますけれども、アメリカの刑務所はですね、刑務所入ってもですね、家族と電話ができたりとかですね、えー、まあそこが良ければですね、リアルな、し切きりもないところで面会ができたりとか、そういった制度もあります。 えー、日本のですね、この、まあ、古びたというか、えー、古臭い人権無視のですね、司法制度は改革してほしいなというふうには思いました。えー、ということで今日のニュース解説はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい